34日目。こんにちは、かくちゃんこです。さあ今日もリルフィットアドベンチャーやっていきましょう。なになに、例えば階段を登るとき前より体軽くなってません？なってる、楽になってる。階段登るの確かに結構重労働なんですけどね、僕にとって階段登るって。早速変化が出てますね。足回りの筋肉が強くなったからでしょう。階段から自分の体の変化に意識を向けてみると、普段からでした。階段からって意味わかんないよね。普段からね。はい、わかりました。 OK。 小さな成長に気づくこと、うん、確かに旗目からわかんなくても自分でわかる変化ありますからね。確かに強度今のままでいきます。23のままです。ストレッチしますよ。よいしょ。身振りさんに合わせて動きましょう。もうカットします。ダイナミックストレッチはもう、よいしょ。膝を交互に上げ、リングコンにタッチしましょう。膝は前に出すよりも上に上げるイメージです。あ、ラスト1回。はい、 OK です。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。よし、膝を外側に開くことを意識しましょう。ラスト1回。はい、OK です。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。膝が前に出すぎないように気をつけましょう。体幹のトレーニングにもつながります。ラスト1回ずつ。調子です。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。体が後ろに反らないように注意しましょう。息を吐きながら体を倒しましょう。ラスト1回ずつ。お疲れ様でした。はい、ストレッチ終わりました。行きましょう、ファイト、レッツゴー。はい、走れる森のビジョン、ランニングビューティーってことですね。ランニングフォレストか。スリーピングフォレストだもんね、眠れる森のビジョンは。 OK、 ストレッチ。あらすじ、タウンではアッシリーナの情報は得られなかった。走れる森の美女と呼ばれる走りなならアッシリーナを知っているかもしれない。彼女がいる小走り道に向かおう。いや、本当に似てるからね、名前が。陰踏んでます、しっかり。走りな様を探していますよ今。さあ、かくちゃんこチャンネル、毎日この筋トレ、リングフィットアドベンチャー実況動画と、そして毎週日曜日に企画動画上げてますので、ぜひともチェックしてみてください。今回はラジオ雑談会をね、日曜日やってますので、先週最新の更新もね。さあ早速いきましょう。ここでいいのかな、うん、お、あ、なるほどね。レアホック、一気に成長できるよ。お、経験値か。OK、 やったりましょう。スムージー飲んだるわ。今一番攻撃力の高い赤スムージー、いちごスムージー飲む。あ、言うて減ってきたね、赤系のスムージーを。いくよ、後ろプッシュ、後ろプッシュ。よし、動こう。姿勢改善や肩こりの防止にも必要だよ。どうだろう、まあでもそんな硬いとかじゃないね、攻撃力が。あ、違う、防御力が。レアホップ、いいね。ブラックはいくね。いいよ、ふぅー、腕にきくれー。いいよ、輝いてるよ。昨日結構足をねやったんだけど、やっぱり、ね、いい後ろプッシュの分も、あれ、いい、ね、やってないか、その後ろプッシュ覚えてないやん。後ろプッシュの
なんか腕の疲れまだあるもんね。よし家事とかしてて上に上げなきゃいけない時とか、いいね、腕を相当効くよ、やっぱり腕の疲れ。あ、でも途中で腰垂れないとできるわけじゃない。こうだったよ。お、攻撃してくるんだ。ふぅ、いや、お腹に力を入れよう。オッケー。さあ、スキルを選ぼう。もうちょっとで倒せるね。バイオスクワットでもいいけど、ちょっと今レベルあれやってるから、赤攻撃強くなってるから叫びプッシュ。攻撃力低いけど叫びプッシュ。でもこの体力だったら倒せるでしょ。いいね。オッケーオッケー。余裕でしたね。いい動きだったよ。逃げられる前に倒すことできました。イエーイ、レベルアップ。お、スキルポイント2個たまったね。何かしらゲットできるかな。かわいそうに。ちょっとフィットスキルを習得したい。お、万歳スクワットいけんじゃん。このステージはね、青攻撃が使えるので手に入れましょう。やったぜ。どこにしようかな。まあ、下げてプッシュかな、このステージでは。オッケー、いいよ。あれ進めない、上に。もしかしてなんでだ、あれなんで上に進めないんだろう。なんでですか。間違った。あれどうすればいいんだ。あ、違う、今のは野良か。野良掘って倒したから、これをまたクリアしないといけないんだ。お、走らせ橋。フィットスキル特になしですね、ここは。出しましょう。ガンガンやっていくよ。ステージをだんだん攻略していくよ。よし、行こうじゃねえの。走らせてくれるんですか。よいしょ、走ろう走ろう。うー、ステージに行く。何か吸い込みたいときは僕を引っ張ってね。あー、今経験値だった。見えないな。うん、いいよ。お、敵もいた。全然気づかない。やばい、もっと近づいていいかな。さあ、スキルを選ぼう。さあ、そしたらワイドスクワットやっていきますかね。きついんだよね、ワイドスクワット。オッケー、やっていこう。きついからこそやっていこう。さあ、いくよ。よし、膝は前に出さずに、もっと腰を落とそう。もっと腰を落とそうですか。わかりました。ほい、これくらいかな。よし、よくなったよ。オッケー、ベスト。よし、ほ、よし、よし、ナイス。頑張ろう。キレッキレ。きついからこそ頑張ろう。ワイドスクワットはきつい。よしよし。よしよし。いいぞいいぞ。いいぞいいぞ。いいよ。よし。あ。よし。素晴らしい。やっぱ重たいんだろうね、体が。当たり前だけどさ、120キロあるんだからまだ。はあ。どうしようかな、なんか、でも、もうちょっとなんかやり方がある気がするね。いいね。膝がどうしても出た。よしよし。つま先より。輝いてるよ。これじゃ膝痛めちゃうんじゃないかな。いいのか。よし。自分を
ベストになるまでしっかり落としてと。よし、お、ナメプしてくれてる。お、上に上げた。色を選んで。熱っ。やっぱワイドスクワットするとすぐ汗かく。はあ、はあ、息も切れる。さてと、早速手に入れたバンザイスクワットやってみましょう。バンザイスクワット。これもきつそうだな。足を大きく開く。腕上げる。よし、ここ。はい。あ、きついね。よし。これも深くだね。よし。その調子。よし。よし。すごいぞ。あ、効いてる効いてる。あ、グッドかい。正しい姿勢でしっかりやりましょう。痩せましょう。頑張って。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし。いい動き。やばい、ためが作れなくなってる。ほら頑張れ。全然いけるよ。よしよし。あきつい。よし。よし、ペースアップだ。よし。あ、倒せた。いやいいバトルだったよ。いや、足きつい。あ、もうケツと、もうももが重いね。はぁ、でも効いてます。いい感じに。これでいいんだよ。ダイエットしてるって感じだよ。なんかすげえ走るの速くない？こんなに速いってくらい。あ、なんかあるのか。なんか矢印みたいな速くなるところが。オッケー。ふいふい、上がっていくね。もう一回くらい出てきそうな。望むところじゃい。あー、今経験値あったね。全然取れないな。全然見えない、マジで。あー、ほいも素材カロージで見えた。ここにもある。こっちにもある。いいね。でもスペース長いね。さあ、ラストかな、敵。さあ、行きましょう。お、いろんな色。スキルを選ぼう。はあ、全体。上げ下げコンボは？あ、単体か、上げ下げ。ワイドスクワットか、全体は。
漫才腰振りちょっと一回挟んでいい？漫才腰振り。はあ、腹筋挟もう一回。なるべく大きく腰を振ろう。はい。これも腹筋いくよ。腹筋がどう？はい。しっかりと押し込み続けよう。オッケー。え、ラッキー。ナメックしてくれてます。あー、バンザイスクワットするか。ワイドスクワットの方が効くかな。攻撃力、どっちが高いの？あ、ワイドスクワットよりバンザイスクワットの方が威力高いんだ。じゃあバンザイスクワットにしましょう。行くぜ。あっつ。ああ。ああ。スクワット系マジできつい。よし、はい、頑張ろう。腰痛改善の効果が期待できるよ。よし。グレーベスト出てる？よし、ベスト頑張ろう。よし、よし、すごいぞ。オッケー、よっしゃ、輝いてるよ。あきつい。グレート出ちゃったよ。あ、よいしょ、いい動き。まだ半分向いてない。あ、ちょっと待って、きつい。なんか今日すんごい効いてるな。オッケー、よいしょ。あ、よいしょ。折れるな折れるな。はい、頑張れ。よいしょ。もうブルブルいってる。よいしょ。青いやつ倒した。赤いやつも敵ながら、ちょっと、見守ってくれてる感じ。よいしょ。どんどん行こうか。ちょっと待ってくれ。倒せてない。よいしょ。はいよ。オッケー。あ、でもね、頑張れ。爆弾を抱えてる。足がきついのは当たり前で、逆に筋肉をこうやってどんどんついくらい追い込んで、筋肉の鎧をつけなきゃいけないね。足は息を吐きながらリングコーンを押し込もう。いいよ。このアシリーナさんのステージは僕のこのリングアドベンチャー実況においてかなり有効なステージになるんじゃないでしょうか。よいしょ。オッケー。最高のバトルだったよ。オッケー。行きましょう。はい、ちゃんと。ゴールですね。オッケー。腰を
下げて。オッケー、ここも最後にスクワットだ。はい。伸ばして。ビクトリー。はあ、調べなくていいです。7分しかやってないんだ。あ、でも61キロカロリー。スクワットってやっぱすごいな。すごいね、普通のスクワットをさ、別のステージでやってもさ、こんなになんないのに。ワイドスクワットとバンザイスクワット。息と止めるのも大変だよ。はぁ。やっぱ重たい分辛いのかな。人よりも。レベル55、松井秀喜。はぁ。バッツ。さあ、小橋林道にももう行けるけど。はぁ。ちょっと待って、お水持ってくるわ。これは。一旦お水持ってきます。よいしょ。よいしょ。じゃあ一回この、あれをしよう。魔物を倒そう。給水 OK。気持ち悪い。やば、すごい気持ち悪い。めっちゃ速い行動が。おい、カウント、バトルジム。バトルジムか。はぁ、いきますか？バトル。ちょっと、スクワットきついな。ちょっとフィットスキルを。はぁ、お？なんだ、すべてのスキルパックをオープンしました。何の話？ということですか？よくわからん。あ、これでもうスキルパック OK ってことか。ああ、なるほど。こういうのあるんだ。ちょっと一回腕にしたい。アームツイストはないか。で、万歳腰振りだね。腹は万歳腰振りがいいです。はあ、OK。これでいこう。ちょっとスクワット強い。これ以上きついわ。よいしょ。OK、ラウンド1。万歳腰振りからいきますかね。あ、でも、黄色いないな。ぐるぐるアームかな、そしたら。オッケー、ぐるぐるアーム。よいしょ。なるべく大きくリングコーンを回そう。回して。回して。よいしょ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 。が曲がっていると運動効果が下がるよ。よいしょ。回して。よいしょ。あと半分。あと半分。逆回し。回して。
して回して、あと10回よいしょ、回して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 、あと5回よいしょ、回して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 完璧だね。 OK、 腹筋ガード、あ、全員倒れてない、全員倒してませんね。はあ、よし、はい、しっかりと押し込み続けよう。あ、なんと、あぶねー、間に合った、滑ったからね、こんな子いいや。 OK、 気持ちよさそうに浮いている、かわいいね。よし、腰振りと、はい、なるべく大きく腰を振ろう、一気に力入れてやるとすごい効きます。これはウエストの筋肉を意識して動かそう、あと半分、はい、あと20回、倒せるかな、 OK、 ステージャン、はい、残り2回、はあ、やばい、5体か、全員色違い、全員色違い5体が来ました。万歳スクワットいけちゃうな、きついな、やるか、きついのが筋トレだもんな。万歳スクワット OK、 70キロ痩せましょう。もうももがもうプルプルいってんの。はい、手を上げるときに腰が反らないように、よし、グッドかい、あ、はい、すいません、ちょっとね、いろいろありましてちょっと急に終わった感じになって申し訳ないんですけれど、今日の筋トレはしっかりやりまして、17分やったかな、で130キロカロリーかな、どっかで移せればいいんですけど、ちょっとこれで今日終了したいと思います。最後に Q&A だけ見ていきましょう。タンパク質取るならやっぱり肉、アンサー、そうでもない、あら、肉を食べれば筋肉が増える、そんな気しちゃいますか、しますが、はいはい、筋肉の元になるタンパク質は他の食品と比べて特別肉に多いわけではないのです。卵や魚、チーズなどの乳製品、納豆などの大豆製品にもタンパク質が豊富に含まれています。お肉ばかりの偏食はダメ、健康のためにもいろいろな食品組み合わせて食べましょう。とはいえトレーニング後に食べるお肉ってテンション上がりますよね。超わかる、本当にそう。では今日のクルダンこれでおしまいです。ありがとうございました。はい、ふぅ、ちょっと急に終わった感じになって申し訳ないんですが、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。くーちゃんこでした。明日も頑張っていくよ。バイバーイ。 Thank you。 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。